人口26万から30万強の都市対決。4連続勝ち抜けの福井市、前回勝ち抜けの盛岡市が挑むのは四日市市、秋田市、春日井市、那覇市という30万超えの強力な都市。今回も人口だけでは測れない様々な都市データをランダムに体験させる論議を一応この10連戦で実証していきます。1試合目、飲食店数は那覇市の勝利。小売業年間商品販売額は盛岡市の競り勝ち。製造業現金給与総額は四日市の勝利。商業従業員数は盛岡市の競り勝ち。小売業売り場面積は盛岡市が高い。建築床面積は那覇市が高い。盛岡市の競り勝ちです。4点差の2位は福井市。2試合目、課税対象所得は春日井市の競り勝ち。人口増加率は春日井市が異次元。加重地人口密度は那覇市の勝利。一般診療所数は秋田市の競り勝ち。地方税は四日市市が高い。製造業荒付加価値額は四日市市が圧倒的。春日井市の勝利。6点差の2位は四日市市。3試合目、小売点数は那覇市が高い。製造品出荷額は四日市市が圧倒的。経常収支率は四日市市。商業年間商品販売額は盛岡市の競り勝ち。インフラ業売上はデータ不足。卸売業年間商品販売額は盛岡市。福井市の僅差勝ちです。4点差の2位は四日市市。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0で計算していきます。大混戦の序盤戦ながらも人口最小の福井市の首位の波乱となっています。4試合目、複合サービス業売上はデータ不足。製造業従業者数は四日市が高い。年少人口比は那覇市の僅差勝ち。小売業売り場面積は盛岡市が高い。小売業年間商品販売額は盛岡市の競り勝ち。医療福祉売上は秋田市の競り勝ち。盛岡市の僅差勝ちです。3点差の2位は秋田市。5試合目、中間人口比は那覇市の競り勝ち。工業売上はデータ不足。製造業現金給与総額は四日市の勝利。財政力指数は四日市が高い。商業従業員数は盛岡市の競り勝ち。加重地人口密度は那覇市の勝利。四日市の僅差勝ちです。3点差の2位は那覇市。第5試合終了時点の順位、四日市市が福井市に並び首位、盛岡市がほぼ並走しています。6試合目、小売業従業員数は盛岡市の僅差勝ち。製造品出荷額は四日市が圧倒的。出生数は那覇市が高い。地方税は四日市が高い。卸売業年間商品販売額は盛岡市の僅差勝ち。小売点数は那覇市が高い。四日市の僅差勝ちです。わずか1点差の2位は那覇市。第6試合終了時点の順位、四日市市が抜け出しました。那覇市が2位争いに参戦。7試合目、製造業従業者数は四日市市が高い。推薦人口比は那覇市の競り勝ち。加重地昼間人口密度は那覇市が強い。建築工事費は那覇市の勝利。課税対象所得は春日井市の競り勝ち。製造業ラフ化価値額は四日市の勝利。四日市市と春日井市が揃っての勝利です。6点差の3位は那覇市。第7試合終了時点の順位、独走の四日市市、2位福井市に迫る那覇市。盛岡市、春日井市も圏内となっています。8試合目、昼間人口比は那覇市の競り勝ち。年少人口比は那覇市の僅差勝ち。インフラ業売上はデータ不足。金融保険業売上は那覇市の僅差勝ち。財政力指数は四日市が高い。年少人口は那覇市が高い。那覇市の圧勝です。ダブルスコアの圧勝。2位は四日市と春日井市です。第8試合終了時点の順位、那覇市が2位に浮上しポイントではトップに立ちました。9試合目、中間人口密度は那覇市が強い。農林業売上は盛岡市が圧倒的。小売業売り場面積は盛岡市が高い。
実質交際比率は四日市。不動産物品業売上は那覇市が高い。加重地人口密度は那覇市の勝利。那覇市の勝利です。5点差の2位は盛岡市。第9試合終了時点の順位。那覇市が2位以内を確定させ四日市にも迫っています。最終戦、出生数は那覇市が高い。製造品出荷額は四日市が圧倒的。小売店数は那覇市が高い。人口密度は那覇市が強い。課税対象所得は春日井市の競り勝ち。地方税は四日市が高い。春日井市が接戦を制しています。わずか2点差の2位は四日市。全10試合の最終結果が出ました。四日市勝ち点65、那覇市勝ち点54、春日井市勝ち点43、福井市勝ち点38、盛岡市勝ち点35、秋田市勝ち点13。大混戦となるも四日市市が首位を守り優勝。那覇市は最大ポイントの強さに2位、春日井市は後半一気に挽回し3位、福井市と盛岡市は後半失速し4位と5位、秋田市は終始厳しく6位でした。この結果、福井市の時代はついに終わり、時代は四日市と那覇市に移りました。次は前橋市、旭川市、郡山市、高知市が登場します。登場都市のデータ全紹介。出生数、昼間人口比、人口密度、年少人口は那覇市。人口増加率は春日井市。他の人口項目でも那覇に次ぐものが多いです。農業は盛岡市が高い。卸売業は盛岡市と福井市が競り、小売業は盛岡市が高い。製造業は四日市が高い。財政は四日市が高い。医療系は秋田市と盛岡市が高め。火災交通事故犯罪は秋田市と盛岡市が少ない。建築業は那覇市が高い。その他の経済指標は分散しつつも那覇市が高い項目が多めか。この動画はここまでとなります。この動画を少しでも楽しいと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また他の動画もぜひ見てみてください。次の動画でお会いしましょう。